はい。あ、違う違う。ほら、こういうの見てたらなんかさ、ヒットセンターで。で、しゃがんで入れたらもう何千人っていて、打ち出してるんで、なんか給料、打ち出してるんだ、給料どうだな。持っててあれはないですね、今日はないよ。作ろうかな。その阪神のウィンドウェイがあれだいぶ助かる。あれあれ。あとそれ倒したらもうヘッドセンターいないっすよね。違うとこ行って。だってテクノとかあんな面倒さ。全部やろうかな。いや、あんまり資格遠いばっかってしょうがないんだよ。それないと変な選手これ連れてこないと思う。10人しか20。ほら、しゃべりたくねえな。前田は僕らの社長です。社長、あのもうすぐ給料日です。あのボーナス頼みます。終わり。今ちゃんこ食ってんの今。うまいな。自分もこれから一生懸命、自分たちみんな一生懸命練習しまして、いい試合してきますので、これからもよろしくお願いします。